はい、それでは間取り診断を始めていきます。よろしくお願いします。まず最初に、全体の間取りを見ていきたいと思います。間取りですね、設計事務所さんが作っているということもあって、立面とかもすごいね、かっこよくできてるなと思います。その事務所さんらしい感じはありますよね。ああいう感じの、デザインをされているところなので、すごくね、面白い感じになっているんじゃないかなというふうに思います。なのでデザインはいいと思うんですけれども、動線的なところはおっしゃってる感じですね。不満に思ってるところがそのままかなというところですかね。特にこのストレートのこれがどうかなというところではあると思いますね。想像している通り、全部見えるという形なので、そこがどう考えるかというところになってくると思います。であと気になるのは、私が気になるのはここかな。やっぱダイニングが、ダイニングはやっぱちょっと気になりますかね。光は確かに上の方からここからは入ってくるけれども、明るくはないですよね、この空間自体が。ここのところが、窓がね、ここしかないわけですから、明るくはないですね。で、せっかくなんかこのダイニングキッチンと客間があるのに、LD、こことのつながりはあるけど、こことのつながりがあんまり、一応あるけれども、なかったりとかするので、ちょっとこの階段の位置が果たしていいのかっていうところは、私の中ではあって、ちょっと改善ではいくつか、話してるんですけどね。で、一応ね、今の、ご希望を聞いてる限りでは、この位置でもそんな問題ないのかなというふうには思うんですけれども、みゆきさんの方ですごい出してる、希望の方に、結構合ってる形にはなってるとは思うんですけれども、ちょっとどうかなっていうところがあり、それはちょっと改善提案の方で話したいなと思いますね。はい、そこがちょっと気になるところではあります。ただその開放感の問題だけですか。ダイニングキッチンの、開放感というか、ちょっとその辺だけがちょっと私が気になるというところですかね。はい。という感じで、ちょっとそれがパースト感を作ってますので、それを見ながらね、見ていきたいなというふうに思います。はい。それでは、間取り診断をしていきたいと思うんですけれども、私の間取り診断、見られたことあるかもしれないんですが、帰ってきたところから、外から帰ってきたという設定でいつもやっております。で、お休みの日は割と家にいらっしゃるということだったので、そんな出かけることもないのかもしれないんですが、でもあれですね、お父さんお母さんはお二人で買い物出かけるってことだったので、お父さんお母さんがちょっと買い物出かけてきたというような設定で話してみようかなと思います。で、ちょっと車がどっちから来るかわかんない。多分こっちからですかね。こっちから。大通りからですよね。で、こう回って、こう来て、こういう感じで、入ってくると。はい。で、ここに止めるよ、ということになりますね。多分頭から突っ込んで、出るときにこうバックして、こう出ていくよ、という感じなのかな。出るときはこうしてこう出るよということなのが、最初からここで頭突っ込んでこういうふうにバックして入れるのか、ちょっとその辺はわからないですけど、はい、どっちもできますよね。どっちもできる。で、距離もちゃんと取れてるので、ここが最低でも5メートル以上なんですけど、ちょっと測った感じは全然取れてるので問題ないと思いますね。はい。で、止めてで、こう来て、こうバックで止めたとして、で、このように降りますね。お二人、お父さんお母さんが降りてきて、で、買い物したものを持ってきて、こう入るという感じですね。雨の時は多分ここまで来る感じじゃないかなと思うんですけど、来て、ここに止めちゃって、こう入れるみたいな感じになるのか、ちょっとわからないですけど、多分普通の日、晴れてる日だと、ここに止めて、こう来るのかなというふうに思います。で、こういうふうに入ってきて、玄関扉を開けると、見えるものが、このシューズクロークですね。シューズクロークが
まあ、ずっと先までこう見えるような感じになってくると。で、あとは、まあ、この辺が見え、まあ、階段が見えたりとか、あとカウンターがちょっとごめんなさい、これ聞けばよかったんですけど、ちょっとどういう風な用途で使うカウンターなのかがちょっとわからなかったんですけど、まあ、カウンターも見えるという感じになります。はい。では、どういう風に見えるかというのを、ちょっとパースで見てみたいと思うんですけど、こんな感じです。ちょっとこれ真ん中から撮ってるので、こっちの見通しというのは、まあ、わかりにくいんですが、まあ、その、多分この位置に立てば、正面に脱衣所のドアが見えると。で、この辺の、収納とかも全部見えてくるよ、という感じになると思いますね。で、ここが、一応、これが、あ、違うか。これはこっちからの窓ですね。こっちからの光ですね。ごめんなさい。これは、こちら側の方に、玄関に窓があるので、そっからの光ですね。で、これがあれですね。吹き抜けのところ、吹き抜けの光が入ってくるという感じになっております。はい。まあ、こんな感じのデザインですね。で、ここ避けてるっていうのはまあいいと思うんですけど、まあ、下げてはいても、正面なんで非常にたくさん見えてくるよということになってきますので、まあ、そこがどうかという感じがします。はい。なので、まあもしかしたら、まあこのままで行く場合で、まあ気になるということになってくると、まあお客さん来た時とかはロールスクリーンを下げるとかね、いうのがまあ、にすればね、まあなんとかなるかなという感じではありますね。まあただそこまで気にす、ね、済んじゃうとね、まあそんなに気になんなくなってきちゃうのかもしれないけど、まあまあ丸見えにはなるかなという。感じが、やっぱそこが気になるところではありますよね。はい。で、買い物してきて帰ってきました。で、買ってきたものを、まあその、食料品とかもあるでしょうから、それらをしまうという場合には、まあホールではな、こっちから登るんではなくて、まあファミリークローゼットなので、こっちからこう入っていくという感じですね。はい。で、ここで靴を脱いで登っていくと。で、まあ荷物とかあったらこの辺に置いとくという感じ、荷物をとりあえず置いて、で、靴とかを脱いで入っていくよという流れになってくるということになります。で、ここの幅が、ちょっとわかんないんですけど、まあだいたい80センチぐらいかな。80センチ弱ぐらいだと思いますね。80センチぐらいあるかなという感じです。で、ここに靴を脱いで、入ってくるんですけど、この靴は、基本的に多分出しっぱなしですよね。片付けるのがあんま得意じゃないと皆さんおっしゃってて、というふうにおし、まあそういうね、家族だっていうふうに言って、まあうちもそうです。うちも出しっぱなしなんですけど、で、まあ出しっぱなしになってくると、結局この靴、80センチのところに、こう靴がまあ置かれていくわけですよね。1足、2足、3足。4人分。はい。4人、5人分か。ん?違う。4人分か。4人分ですね。4人分置かれると。で、それプラス、まあ、サンダルとかがあった日にはサンダルが置かれます。サンダル全員分あるんだったら全員分置かれます。みたいな感じになってくるので、まあ、結構靴が置かれるのではないかなというのはあります。ってことは、こっから開けた時にはその靴が全部丸見えだよという話でもあるんですよね。はい。で、ここで、例えば、Amazon はそんなでも使わないですよね。Amazon は、まあ、その、宅急便屋さんとかそんなに多分なさそうなので、なんだろう、ご近所の方とかね、回覧板とか、あれ、まあ、回覧板は、わざわざ渡さないですかね。うちはポストに入ってますね。ポストとかに入ってるので、わざわざあれかもしれないですけど、まあ、ご近所の方が来たとか、あるいは保険屋さんとかおっしゃったら保険屋さんとか、保険屋さんの中にどうそうか。まあ、何かしらこう、来てね、立ち話をするよっていう話すときに、まあ、玄関に置かれてると嫌だから、ここに置いてる、置くっていう方向にしてるのに、まあ、見えちゃうよっていう話にはなってくるんですね。はい。それがどうなのかという話ですね。で、もともとこう、しまえる
方たちというか、うちはね、肩しまえないんですけど、うちとか全然出しっぱなしなので、全然あれなんですけど、しまえる人種としまえない人種がまあいると思うんですよ。どっちかというとね。うん。まあ、基本的にはめんどくさいからしまいたくないじゃないですか。だからまあ中族ということが流行ってると思うんですけど、まあしまえる人種というかまあ性格の人たちなのであれば、まあ別に中族ロークってなくても全然問題ないと思うんですけど、まあほとんどの家庭はしまえないのかな、うん、っていう感じだし、まあ別にしまうのがいいということでもないしね、はい、まあそこはなんですけど、まあ要は見えるじゃ見えるんですよね。しまわなければね、見えるって感じなので、まあそこをどう考えるかっていうところ。まあ遠いっては遠いんですけど、からね、まあ、すぐ近くにあるよりは、まあいいのかもしれないですけど、まあでもまだいいのか、見えることは見えるかなと。で、開けた時にこう見えてくるっていう感じです。で、そう考えると、例えばここのところに、靴があるよという感じの方が、まだ見えないっていうのはありますね。ここで話す分にはね、ここで話す分には、なんか、こう、この辺が見えるだけだから、こっちは見えるけれども、まあ、この壁とか、ちょっとこれがね、なんか、何のし、点検口ですかね。ちょっとよくわかんないようなものが置かれているんですよね。これ点検口かな？ちょっとよくわかんないものがあるんですけど、まあ、ここにね、置かれてる分には、ここで立ち話するには、まあ、見えないよと。こっちは見えるけど、ここは見えないよって話にはなってくるので、ちょっとどうかなという感じはします。で、ここのところの距離が、これが1200ぐらいかな。1200ぐらいですよね。これで半分だから。うん。200ぐらいなんですけど、すると、まあ、ここよりも40センチぐらい広いので、まあ、靴がね、置かれるとしたら、まあ、割と余裕が、まあ、あるわけですよね。うん、こう、置いてった時に。4人分だとね、1、2、3、4人分だと、まあ、ちょっと40センチぐらいはスペースがあるので、まあ、まだ余裕があるから、まあ、サンダル置いちゃうと多分2列とかにもしかしたらなっちゃうかもしれないですけれども、こっちよりは余裕があるので、まあ、出入りはしやすくはなるかな、というふうには思い、ます。はい。で、まあ、あとは、そうか、まあ、おばあちゃんのね、お友達がね、こっちから入ってくるって話があったんですけど、まあ、それはまあ、こっちからっていうふうにね、誘導してあげればいいのかなとは思うんですが、うん。ですね。まあ、ただ、そうなってくると、まあ、ただ、そうですね、おばあちゃんが、ここでサンダルを履いて、お友達が来たってこういう風に来て、で、ここで迎えて、で、さささとか言った時に、まあ、確かにこっちから近いですよね。まあ、それでもこっちからちょっと入ってくれないかな、つってもらうんですけど、ただ、それがちょっと、こういうルートで行けるかっていうと、あれなんで、おばあちゃんがもうこう行って、こう行って、ここまで迎えに来て、みたいな形にするか、まあ、一回入ってもらえれば、こう行けるっていう話にはなってくるんですけど、まあ、どちらにしてもちょっとめんどくさいかな、っていうのは、ありますよね。うん。すると、なんかまあ、こっから行くのがめんどくさいとか、っていうのもあるし、あとその、例えばですけど、みゆきさんが家にいる場合に、誰かピンポーンって鳴ったりするじゃないですか。その時に対応するっていうような場合、じゃどうするかっていうと、こう、うたたーって降りてきて、こっちから行くとなると、まあ、裸足とかでこう行かなきゃいけないわけですよね。あ、ドア開けてとか、裸足とか、まあ、靴下とかで。いや、嫌じゃないですか。すると、こういうふうにこう行くにするか、あるいはここにサンダルを置いとくかって、どっちかって話になってくるんですね。だから、それもちょっと、結局、まあ、ここにはサンダルが置かれそうな気がしますよね。おばあちゃんに関しても、さっきのね、動線があれだったら、こういうふうに来て、こういうふうに来て、ここにサンダル履いて、こう、みたいな形になるか、まあ、ただこっちに置いてあればこういう風に来て、こう来て、で、まあ、サンダラここに置いて、まあ、一緒にこう入っていくみたいな形かもしれないけど、まあ、どちらにしてもなんかその、この辺の、どっち置くのみたいなのが、ちょっとややこしいかなという気がします。この、出口のところがこう離れてるっていうのはあるし、おばあちゃん以外は、こっちから入った方が楽ってことなんですね、ほぼね。うん。まあ、その、
基地に行くんだったら別にこうからでもいいし、まあ、ここからでもあんま変わらないんですけれども、それ以外のところに行くとなると、おばあちゃん以外はちょっと大変、こういうふうにぐるっと回んなきゃいけないみたいなのは大変っていうのが、やっぱちょっとそこのところはちょっと決定的な問題にはなってるかなという感じがします。はい。なので、まあ、手術クロークが本当にいるかどうかっていうところはやっぱ考えた方がいいかもしれないですね。要望としてね、手術クロークっていうのがあったので、設計の方は、それでまあ、入れ込んだということだとは思うんですけれども、実際問題として使おうと思うとなると、ちょっと迷うところがあるかな。さっきのまあサンダルどこ置くのとか対応とかのことを考えた時もそうだし、単純に出かけるだけだと、まあ、こっからね、出かければいい、こっからって話になってくるけど、なんかその、単純に対応する、その家にいるときに、こう、ピンポンってなったときに対応するときに、上からこういうふうに行くのって結構めんどくさいし、こんなふうに行かなきゃいけないからね。それと、この辺にサンダル置かれちゃうんだと、どうなんだろうと、そんなにこう、中途半端な感じになっちゃうんですよね。はい。ですから、まあ、ちょっと改善提案ではね、もう収束ロークなくした案に全部しちゃってるんですけど、ちょっとそれは考えてもいいかなというふうには思います。はい。で、ですね、ちょっと一応まあ動線的にはそんな感じですね、ここに関しては。そう、なんかまあやっぱ遠回りという形にはなってるから、まあ例えばここを開けるとかっていうのもありかもしれないですね。こういうところをね、開けちゃうとか。まあ、ここを、まあ、出入りできるようにしちゃうとかっていうのは一つ手としてはあるかな。ここは、まあ、収納は減っちゃう。ここが何の収納なのかはちょっとよくわからないんですけど、まあ、収納に関しては結構十分私はあると思います。ここの家に関しては。ちょっと大きい収納はないけれども、細かい収納はあるので、まあ、開けたとしてもそんなには問題ないかな。例えば、まあ、おばあちゃんの入り口をこっち側に持ってきてしまえば、まあ、ここにね、収納は持ってこれるし、まあトイレも近くなるからね。その辺は別にこれ分がこっちで持ってって、でここが出入り口すればまあ問題ないかな。すると、こういう風に行くこともできるから、まあそれである程度は解決するかなとは思います。だからこの形の動線的なところはそれで解決するんだけど、あとは見栄えの問題ですよね。見栄えがどうかというところになってくるので、ちょっとそこはまあ、現状だとなかなか難しいかなというふうに思います。はい。で、あとまあちょっと収納の話をしていきたいと思うんですけど、収納、ここに棚がねたくさんあるんですね。これ7って書いてあるのは7段ってことですかね。7段7段4段ってことなのかな。おそらくそういうことかなとは思うんですけど、でちょっとここのところもパースを書いてるので見ていきたいと思います。で、これがごめんなさい。この絵がですね、違うんですね。7段だとしたら今4段しかないので、ちょっと追加してみます。はい、ちょっと手書きなんですけども、こんな感じですね。でこれ、1、2、3、4、5、6、7段ということになってきます。で、ここに靴、まあ、おそらくこっちが靴で、反対側ちょっと絵がないんですけど、あ、絵ないことないか。さっきの、あ、これは4段で OK ですね。これ、はい。こちら側見えますよね。こちら側は多分靴じゃないのかなと。別のもの？靴以外のもの。外かなと。あとどういうものが、庭仕事、畑とかでもされるんですよね。お母さんね。おばあちゃんね。であれば、まあ、畑仕事とかの道具とかを置いたりすることも、まあ、できなくはないですよね。というのを置いたりとか、まあここでもそう考えるとここでも別にいいんですよね。野菜とかそんなに遠いわけじゃないし、キッチンから例えばここにじゃがいもとかとかね、まあ人参とか玉ねぎとか。玉ねぎあるといいですね。玉ねぎ常備できると結構いろいろ料理使えていいんですけど、まあそういうものを置いてあったりするような
こともできますよね。まあ、で、この、まあなんかそういう、外で使うようなものとかを置ける感じで、まあそれが80センチの幅で上、まあ天井まであるから、これかなりの収納量なんですよ。これちょっと、間取り診断やるときってメジャーを持ってやっていただけるとありがたいです。寸法をね、結構言うので、寸法を、実際に確認しながらちょっとやっていってほしいんですけど、はい、という感じの、まあ、収納が後ろにあって、で、こちらの方には、7段の収納が、で、おそらくこっちが靴だろうと。で、靴がこれ何足入るかという話なんですが、7段の場合ですね、7段の場合なんですけど、で、まず、靴が、こんな感じで入ってくるの。ちょっと靴に見えないんですけど、で、これがだいたい80センチぐらいなんですね。はい。80センチぐらいなので、この横に並べようと思ったら、で、この靴の幅がだいたい20センチなんですよ。なんで4足入るよ、ということになります。はい。4足ですね。はい。で、これが、1,2,3,4,5,6,7 なんで4,7,28 プラス、まあ、ここに長靴とかあと女性の場合はブーツとか、まあ、そういうのもここに4足入るって感じなので、まあ芝32足かな、現状だと32足あるよと。で、それがまあ2つなので、まあ、一応60足ぐらいは60足か。まあ一応60足ですね。まあ64足ですけど、60足ぐらいは置けるよということになってきます。はい。ですから今、現状が50足でしたよね。現状50足だったので、すいません。50足だったので、まあ、十分、取れてるよということにはなりますね。はい。で、まあ、靴がこれ以上に増えていくのであれば、もうちょっと余裕があってもいいかもしれないんですけど、で、現状がこれ7枚なんですが、もうちょっとその、棚の数を増やしていけば、収納的には増やすことはできます。でも、ま、7枚っていうのは結構ちゃんと取ってくれてるとは思います。はい。多分こんな感じですね。下が50センチぐらい開けといて、で、上がもう50センチ開けて、この中で1500なんで、ここのピッチがだいたい250ピッチぐらい。なので、まあ余裕があってちょうどいい感じですかね。うん。まあこれくらいあればいいんじゃないかなと思う。で、まあ例えばね、もう一枚ここに増やしてあげれば、まあ、4足4足なので8足増やすことはできるんですけど、まあ結構上の方なので、まあ、若干使いにくいっていうのもあるから、まあ、そんな上まで使わなくてもいいってことであれば、まあ、現状で OK ということだと思います。はい。という感じですね。はい。だから靴に関しては、まあ、問題ないかなというかところです。はい、ただ、まあ、靴の量だけで言えば、まあ、この収納量があればいいので、ここがまあ、1820。ってことになりますから、まあ、壁面収納でね、これだけ取れれば、まあ、現状の靴の収納量は確保できるよということになります。ただ、まあ、こっちのね、背面のこれがあるので、まあ、ここが、取れてるのは、まあ、シューズクロークだから取れる感じですかね。例えば、こっからここまでで、壁面収納とかっていう風にね、することもできて、そうすると現状の靴の収納は取れるけれども、まあ、ここの収納自体はね、ちょっと取れないっていうふうになってくるので、まあ、ここがどれだけ必要かですね、この中が。何かと。はい。で、まあ、実際野菜とかいじる、野菜とか、まあ、畑とかをいじるの、ものを、ここに置いとくのかっていうと、置かないよと、外に置くんだったら、置くとかね、まあ物置に置くとかっていうことであれば、別にここに置く必要はないですよね。すると、さっきの、この分の1820の収納があれば、
まあ、靴とかね、靴磨きとかね、まあ、そういうものとかを、まあ、十分置いたりするようなスペースはあるよということになってくるので、まあ、ここに何か置きたいかによって、シューズクロークが必要かどうかっていうのはちょっと決まってくるかなというふうに思います。はい、ですね。はい、まあ、そんな感じでこう入ってきて、まあ、靴は多分出しっぱなしで、で、ここで上がって、で、こう来て、で、ここでまあ、まあ、先に荷物を置く感じだったと思いますけどね、荷物を多分こう置いてきて、こう置いて、で、それからまあ手洗ったりとかっていう感じかな、ここで手洗いうがいができるよというような流れになっていると思いますね。はい。で、そこも、絵としては、ま、こんな感じ。まあ、ちょっとここがどうなって、これがなんか、造作になっちゃってるんですけど、まあ、実際は、もう造作やめるって話でしたよね。はい。まあ、造作もいいんですけれども、多分、既製品の方が収納としては多分使いやすいかなとは思います。はい。まあ、ちょっとこの辺も変わってくるのかな。うん。もうちょっとこれ上がる感じになるのかな。そんな上がんないか。ちょっとなんか絵があれですね。一応まあこんなんで、はい。使えるよって形になってますね。で、この中にまあ収納とかも使えててって形で。で、さっき言ったのはここ。ここがまあ開くという感じですね。ここのところを。が出入りできるとこっちもね、まあ動線的には楽になってくるよ、まあ、ただ見えるのは 見えちゃうよという話をさっきさせていただきました。はいはい。で、買ってきたものを置いて、でそれからちょっとね、買ってきたものを収納していきたいと思います。で、まず生鮮食品とかは冷蔵庫がここにありますので、ここにしまうという感じですね。はい。で、この冷蔵庫の大きさはこれで OK ですかね。685-738って書いてあって、まあ、そんなに大きく必要なければね、まあ、これで全然いいと思うんですけど、まあ、割とかっちりも大きさ決めちゃってるので、まあ、それで本当にいいのかなっていうところだけ最終確認。まあ、もうちょっと大きいのが欲しいっていう場合にはちょっとできないので、はい、ちょっとそこだけ最終確認しておくといいと思います。はい。で、冷蔵庫に入れます。肉とか野菜とか、そういうものは入れると。で、あとは、例えば海苔とか、缶詰とか、まあそういう乾物系とかですね、ストック系とかっていうのはここですかね。この中に入れとくっていう感じになるのかなと思います。はい。で、まあ、にも、食料品は、まあ、置いてあって、で、あと、トイレットペーパーを買ってきたという場合は、ここにトイレがあるので、まあ、すぐこう来て、ここに置く。で、これが、まあ、上に収納があるっぽいので、ここに、ペーパーですね、が置かれるということになると思います。で、これが、多分上の方にあるやつだと思うんですけど、こんな感じになってて、こんな風になってて、で、ここにまあ窓がつくよと。で、ここに収納が入るよと。いう感じになってくるの。で、この窓の高さが、ずいぶん高いですね。はい。これ天井付近にありますよね、この窓が。どういうことなんだろう。これはちょっとよくわかんないですね。今の、私こんな感じでかなと思って書いたんですけど、実際のところは、上の方に窓があったので、これではなく、上に窓がつくよと
ということになるみたいです。ここに窓がつくと、まあそれ自体はいいと思うんですけど、じゃあ収納はどこにつくのだという話になっちゃうので、ちょっとこれがよくわかんないですね。はい、収納があっていいかなと思ったんですけど、ちょっと現状図面はこんな感じですね。はい、で、あ、これあんまり例えばこう座ったりするときに、まあ、ちょっと背の高い方がいらっしゃるかどうかわからないんですけど、ちょっとお父さんの身長をお聞きするの忘れちゃったんで、ちょっとわかんないんですけど、まあ、ここに座った時にあんまりこの低い位置にね、あると、低い位置にあると、ちょっと頭ぶつけるようにはなっちゃうんですね、その収納。要はこんな感じで、まあ、窓が上の方にあって、でその下にこう収納があって、でこうあった時にもこんな感じで座るだと、まあ頭、まあどれぐらい、まあ多分1メーター60センチぐらいあれば十分なんですけど、1600ぐらいあればすれば、まあそんなに頭が当たることはないんですけれども、まあちょっと どんな感じなのかなとよくわかんない。まあ低い方がね、ここ収納は取りやすいのでいいとは思うんですけど、ただこの上のところがね、こう、ホコリとかつきやすかったりとかするっていうのもあるのかな。ちょっとここのところを確認してみてください。これどういうことなのみたいな。で、ここの収納って収納に見えるんだけど、これって収納なのみたいな感じですね。はい。うん、ちょっとこれ確認してみて、まあ私こう置くんだったらこんな形がいいんじゃないかなとは思うんですが、ただまあ高くなっちゃう、背がね高くなっちゃう、2メーターぐらいになっちゃうので、まあちょっとそれだと使いにくくはありますよね。2メーターで、お父さんがすごい背高いとかね、ぐらいなのであればいいと思うんですけど、170センチとかねぐらいあるんだったらいいんですけど、まあ、そんなにないよってことだと、ちょっとあんまり高いところだとあれなので、まあ低くやるっていうのはいいんですけど、そうするとまあ頭が当たるかどうかっていう問題が出てくるので、ちょっとその辺は確認された方がいいかなと思いますね。だから上じゃなくても、例えばここだね、この高さを決めるにしても、まあこの下とかでもね、ちょこっと窓があればいいだけなので、うん、そのまあ収納があるとしたら、その下にちょこっとね、ちっちゃい窓があるよみたいな形でもいいんじゃないかなと思うので、ちょっとこの釣り糸をねつけるのはいいと思うんですけど、一回その位置関係とか、ま、窓との位置関係っていうのを考えてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、設計者がどう考えてるかですねっていうのも確認してみてください。はい、で1階のトイレはこんな感じで、じゃあ2階行くと、2階はこっからこう上がっていきます。階段上がっていきまして、上がっていきまして、でどこに置くかというと、これもまあここかな、棚があるので、まあ、この棚に入れる感じですかね。うん、はい、いいんじゃないかなと思います。はい、でそうそうそう、ちょっとここで階段の話をしたいと思うんですけど、今ちょっと階段を登ってって話をしたんですが、この階段がですね、ですね、結構急な階段になっています。説明を受けてるかどうかがちょっとわからないんですけれども、急なんですね。ちょっと待ってくださいこれを。はい、階段ですね、こっからここまでで2730っていう寸法なんですね。2730っていう寸法の中で、これが14段の階段になっています。で14段ってことは、ここのまあ踏み板のところが、まあ、これがね13個あるってことなんですね。13個、14段の前これが13個あるってことなんですよ。で2730÷13、
÷13 っていうのが、これが210という寸法なんですね。はい。で、この210の寸法が、じゃあどこのことかというと、階段の断面が、こういうふうにあると、ここが210です。で、このけこみがだいたい3センチぐらいなので、まあ、その、この面としては240。こことしては240ですね。だからまあ男性の場合だとちょっと靴、あの足は全部入らないかなっていう、まあ入るか入らないかみたいな感じだと思うんですけど、はい。まあそんな感じなんですよ。で、210って形でなってます。で、これが実は結構きつめの階段ですね。うん。よく言うのが、よく言うのは、まあ、ごめんなさい、この210なんですけど、これが、まあ、一般的な、この、踏み面っていうのが、通常が 227.5 なんですよ。227.5。で、これは、これなんでこんな細かい数字かというと、900等を4で割ってる数字が 227.5 で、まあ、それが、まあ、通常なんですね。それよりも17ミリぐらい、こう、短いという形になっています。なので、まぁ、あ、ちょっとその、ここのところがないと。まぁ、縦売りとかでも大体これぐらいなんですよ。だからそれよりも、まぁ、あ、ここは厳しいよという感じです。であと、ここ、あと重要なのはここの、毛上げです。で、この毛上げが、毛上げも210です。これなんで分かったかというと、この1階と2階の差なんですね。これが2940。割る14。14で割ると、4で210という形になっています。はい。で、これが、210っていうのは、これもきつい方なんですね。で、この毛上げに関しては、割とゆったりなのが180。で、注文住宅だと、まあ、200が、ま、ギリギリかな。で、縦売りが220とか。というようなレベルです。だ、現状はそんな感じで、割とこの、毛上げもきついし、踏み面もね、きついっていう形で、まあ、こことここ同じなので、まあ、45度でこう上がってるような感じなんですよ。だから、例えばね、子供部屋だけ上にあるよみたいな感じだと、別にこれでもいいんですけど、60過ぎたお父さんお母さんが上に上がってるのに、この毛上げと踏み面寸法はないんじゃないかな、というふうには思いました。はい。で、まあ、ただね、現状の家がま、そんな感じで、別に、苦労してないよという話なのであればいいんですけど、まあ、ここのところ、この家の、ぜひちょっとね、この寸法で聞いててもわかんないと思うので、この寸法確認ですね。確認をちょっと今ビデオを止めて、してみてください。はい。どれぐらいなの？まあ、今ほとんどでも、皆さん寝る部屋っていうのが一応上にあるんですね。この、娘さんの部屋、まあ、みゆきさんの部屋がここで、あとお父さんの部屋とかあって、だったら寝るのはここなんですね、皆さんね。うん。って感じ。ってことは毎日使ってるってことですよね。じゃあまあ毎日使って、多分まあ結構昔の家ってもっと厳しかった、きつかったりするので、おそらくまあ今の家っていう、まあ今住んでる家よりは緩いかもしれないんですけど、ちょっとそれ確認してみてください。はい。で、それでいいのかというところですね。うん。私はちょっときついから、これはどうかなというのと、あとその説明されてるかどうかですね。説明してないとしたら、ちょっと、忘れてるのか、あるいは、コンパクトにしてほしいという話があったので、そういうふうにしてるのか、
めんどくさいから説明してないのか、ちょっとわからないんですけど、ちょっとこれは割と大事なところなので、よく確認してもらえたらいいかなと思います。で、この210、まあ、どっちも改善するっていうのは結構難しいっていうか、難しくないんですけど、まあ、要は2階とかがこう狭くなってくるってことなんですね。はい。なので、ちょっとどうかっていうのはあるんですが、この210を改善、227.5 にするっていうのは、私はこっちを先にやった方がいいかなって気がするんですね、こちら側。で、そうした場合には、ここの階段が、ちょっと、計算したら、ここが 227.5 になる。まあ、ここからスタート、ダウンにすると、増やせました。ここの幅が 227.5 でこう14段できるっていう形になったんですね。計算するとそうなるので、だからここが 227.5 伸ばしてあげると、OK だよ。まあ普通の縦売り並みになるよという感じになります。はい。で、もう一段増やしてあげると、もう一段こう増やしてあげると、要は45センチ増やしてあげると、まあ、かなりゆったりですね。はい。もう一段増やすと、196ですね。毛上げが196。ここ、227.5 だと210みたいな。これだと、ま、ちょっと注文住宅と、まあ、で、まあ、割と、それぐらい、まあ、注文住宅並みと良いか、いいけどもおかしいですけど、まあ、っていう感じ。こっちだと、まあ、縦売りぐらいにはなってくるから、まあまあ、まあ、そんなにはあれかなという感じですね。だから、まあ、45センチぐらいは、まあ、通常だと取るよと、って感じなんですよ。それを、まあ、細かく、ギュッと収めるためにやってるっていう感じなので、ちょっとこれをどっちを取るかって話ではあるんですが、おすすめとしては、まあ、少なくともこれぐらいにはしてあげた方がいいかなと。いうふうに思います。そうした時に、まあ、この部分が変わってくるんですね。みゆきさんの部屋が変わってくるということになってくるので、まあ、この通路は作れなくなるという感じですね。はい。なってきます。ですから、ちょっとこれも改善提案で話すんですけど、まあ、方法としては、こういうふうに、こうかな。こうして、まあ、ここに引き戸をつけるとかって形にして、この部屋を広くするっていう方法しか、まあ、ないかなと。で、手すりはなくなるので、まあ、その分コストダウンにはなりますね。このスチール手すりっていうのもそこそこすると思うので、まあ、それはなくなってくるのがいいかなとは思うんですけど、そういう感じですかね。にはしないといけないかなと思います。ただちょっと今ね、測ってみて、確認してみられるといいかなと思います。はい。で、階段はそんな感じで、で、あとですね、洗剤とか、柔軟剤とか、まあそういうものをじゃあどこに置くかってことなんですけど、それはまあ脱衣室に、まあ脱衣室に収納とかも置かれるんですよね。洋服とかも確か。はい、タオルとか下着とか、寝巻き、まあパジャマですね。とかも置いとくってことなので、まあ多分この辺ですかね。まあこれはまあなんか既製品とか、まあ無印とか、ニトリとかね、そういうので買ってきて入れてあげれば、置いてあげればね、いいかなと思います。はい。で、そこにまあ、洗剤のね、ストックとかを入れることもできると思うんですけど、あとまあ実際使ってる洗剤ですね。ここで使ってる洗剤をじゃあどこに置くのか、というところです。使ってる洗剤っていうのは、まあ、封を開けてる洗剤ですよね。はい。で、今、これがまあ、脱衣所なんですけど、これ引き戸にしたいってことだったので、まあ、引き戸なので、これが、こういう風に引き戸になってくるよと。ちょっと図面は俺とですけど、引き戸になってくるよってことになると思うんですけど、で、ここに、洋服とかを置くような、引き出し収納が置かれるよということになると思うんですが、で、この上ですね、洗濯機の上
に今何かしらの棚があると便利ですよと。要はここのところに柔軟剤とか洗剤とか、あとまあいろいろな、はい、お風呂で使うような洗剤も置いたりもすると思うので、まあ、お風呂で使う洗剤とかっていうのも、あとカビキラーとかね、そういうのも置きたいじゃないですか。まあこの中でもいいんですけど、まあこの中、まあカビキラーとかはまあここの中でもいいと思うんですけど、まあ洗剤とかをね、この中で引き出しとかにあるとちょっとめんどくさいですね。この出してこうやらなきゃいけないから。あとこの上のところに、置かれると、楽だとは思います。はい。はい。で、いつもちょっと見てもらってるのがこんな感じ。まあこの、洗濯機の上に置かれるようなやつですね。はい。こんなような、まあ、これでなくてもいいんですけど、こんなような、可動棚があると、非常に便利ですね。はい。このようにこう置かれているというか、まあ、普通の、まあ、棚でもいいし、扉付きの棚というか、釣り戸棚でもいいと思います。まあ、それがまあこう棚としてあるのか、まあ、うちは釣り戸棚なんですね。釣り戸棚がついてて、これ非常に楽なんですけど、まあ、こんな風に釣り戸棚があって、こう、まあ、中段とかがあって、それがここに置かれてるよと。うん。だと、まあ、結構こんなぐちゃぐちゃでも、割とスッキリするんですよね。はい。で、まあ、気が向いた時にこう片付けるみたいな形にできるからいいんですけど、ここだと結構ね、散らかってる感というのが、割とまあ、入った時にすぐ見えちゃう感じなので、まあ、あんま気にしないんだったらいいんですけど、まあ、ちょっとそれがまあ気になるということであれば、こういう釣り戸棚を、まあ、窓が上についてるので、まあ、その下につけてあげるという感じでいいんじゃないかなと思います。はい。はいですね。あとまあシャンプーとかリンスとかもまあこれからここでもいいし、まあ、このつり戸棚だけだったらこういうところに、まあリンスとかね、まあそういうものも置いておくよと。あとまあ洗剤ストック、はい、というのをまあここに置く。でこっちは使う洗剤ですね。使ってる洗剤が、まあ、置かれるよということになります。はい。では、まあ、買ってきたものは以上ですね。あとまあ水とかあのミネラルウォーターとか、まあ、そういうものを買ってきてるんだったら、まあ、ここに置くとかいうことになるのかな。うん。なんかウォーターサーバーとかもし使ってるようだと、それらまあどうかな、まあ買って口からこう、そういうそれらのものだとこっちから持ってきてこの辺に置いとくとか、あの重いからねでもいいかもしれないし、まあシューズクロークでもいいですよね。まあシューズクロークに置いとくとか、あとまあここまで持ってきちゃって、まあこの辺に置いとくとかっていう感じでもいいかもしれないです。まあそっちの方がいいか。多分下だとなんか持ち上げにくいから、この辺に置いてあったらちょっとシューズ、まあ、ウォーターサーバー使うかどうかわかんないですけど、まあ、使うとなると、こういうところに置いといて、まあ、どっかね、ウォーターサーバー置き場が、まあ、こういうところにあるとしたら、まあ、そこまで入れるよっていう感じになるから、まあ、多分、そう、この辺に置けると楽なのかな、というふうに思いました。はい。はい。というわけで、買ってきたものを収納できたので、じゃあ、ご飯を作るということになると思うんですけれども、ちょっとダイニングを見ていきたいと思います。こんな感じですね。はい。で、ここ、あ、ちょ、ごめんなさい。あのね、ちょっと一つ、お話しとくと、ちょっとこの CD パース自体はちょっと私が作れないんですね。なので、ちょっと CD パースを作ってくれる方が何人かいらっしゃって、その方にお願いしてるんですけど、一応図面通りにやってくれという話でやってて、なんですが、ここが、ちょっとこの図面だとよくわかんないってことでなんですけれども、一応スリットがつくような形で今図面は書かれて、図面でパースは書かれてます。ただなんかこの図面見る限りは特にスリットの表記があるわけではないから、まあないような気もしないでもないんですけど、まあ一応まあスリットつけるとなるとこんな感じだよというとこですね。
で、ここにまあ柱がこうあるよと。ここにこういうふうに柱が入っててという感じになってるんです。ちょっと、ね、全部白にしてるんで見えにくいんですけど、なってて、で、ない場合はここがまあ全くないよという感じになるということですね。はい。で、ここにダイニングがあって、で、これ階段があって、で、この上のところから、まあ、吹き抜けがあるので、そこから光が入ってくるよと。で、その、さっきその一部の時に12時の光っていう風に言ったのが、まあ、多分こういう感じの角度で、まあ、1ガスとか2ガスとかだと、まあ、入ってきそうかなという話ですね。この、こういう感じね。うん。まあ、見えるってことは光が入ってくるってことなので、入ってくるかもしれないというところです。はい。で、こんな感じなんですよ。その時に、意外となんか狭く見えませんかね、なんかね。まあ、スペース的にはそこまで狭いということはないですけれども、ないんですけれども、視線の抜け感がないというか、まあ、ちょっとアングルの問題もあるんですけどね。アングル。まあ、こっち側にリビングがあるから、まあ、そっち側向けの、そう、写真、まあ、バースであれば、もうちょっと広くは見えるのかもしれないけど、まあ、ちょっとなんか、この階段があったりとかしてっていうのもあるし、まあ、ちょっとここの距離がそんなにあるわけでもないので、割となんか、人が集まるという感じの空間ではないかなという気はしないでもないです。はい。まあただここが空いてるのであればね、この視線は抜けてくるから、まあそこはいいのかなとは思うんですけどね。こういうふうに今見てるのがこっち側を見てるので、はい、ちょっとどうかなという感じではあります。はい。まあここだとまあこういうふうに、まあここが空いてればね、空いてれば窓が見えたりもするんですけれども、窓が見えたりするけれども、こっちだと、まあ上の方には若干見えるけれども、まあ見上げなきゃいけないし、まあ見、こういうふうに見えるのがカウンターとかね、しかないから、まあ結局窓がないというところが一番大きいのかな。まあここはちょっと見えるけれども、まあこの普通のアイレベルで行くと、視線の先には特に窓がないというところがあるので、ちょっとその開放感、が、まあ、ちょっと閉塞感を感じるかなと。こっちのから見たの角度だとね。こっち反対側だとリビングの方が見えるからまだいいかなという感じになっております。はい。で、まあ、これが、これがなければね、なければもっと開放感があるんですけど、ちょっとね、ごめんなさい、作ってなかったので、まあ、一応、ないと、ま、向こう側見えるよって感じですね。で、ちょっと今から話したいのは、この中です。で、キッチンの方はね、まだ見られてないってことだったので、一応カップボード、まあ、キッチン自体はね、ちょっと、実際実物を見て見られるといいと思うんですけど、ちょっとカップボードの考え方だけちょっと、話していきたいなと思います。で、今、ここのところ冷蔵庫があって、で、ここにパントリーのようなものがあって、で、ここにカップボードがあるという感じなんですね。はい。で、ごめんなさい。ちょっとこの絵がおかしいですけれども、ちょっと待ってくださいね。図面としてはこんな感じですかね。今こちら側が、1365という形で、まあ、2つあるよと。で、こっちはまあ、扉付きの棚で、この棚が何段かというと4段ですね。4段ついてるよという感じです。なので、ちょっとこの収納の高さがどんだけの高さかわからないんですけど、2メートルなの、ちょっとこれ今2メートルなんですけど、2メートルなんであれば、ちょっと天井付近までね、あるような棚の方が、まあ上の方まで使えるからいいんじゃないかなと思います。で、4枚ということになってくると、こんな感じなので、50センチピッチぐらいですね。50センチで1、2、3、4枚。で、ここがまあ天井までという感じなので、まあ40センチとか
というような感じの収納になっているよという方ですね。でこちらが、上下になってて、まあ、1200という感じです。でちょっと現状と比べていくと、現状のキッチンが225ということなので、まあ、キッチン自体でいうと、まあ、現状があっても新しい方は2550なので、まあ、30センチぐらい増えるという感じですね。だからまあ、収納的にはキッチンとしては今置き型のものですし、まあ、かなり楽になると思います。はい。まあガスにするか IH にするかわかんないですけど、まあガスでもねガラストップとかになってくるので、まあ私の家もガラストップですけど、まあ非常に楽ですね。まあ IH とかだと本当にさっと拭くだけですけど、ガラストップの場合は五徳の部分があるので、まあそこがどうかっていうところもあるんですが、まあね、お母さん おばあちゃんがね料理をしてるってことを考えると、まあ、ちょっと新しいものでね、IH とかを、がいいのかっていう、まあ、使えるのかってところもあるので、はい、ちょっとそこは考えて、使いやすい方にされるといいんじゃないかなとは思いますね。うん。で、それがまあ30センチ増えるので、まあ、使いやすくなるということになると思います。で、あとまあ、この高さ。高さがね、おばあ様の身長がちょっとわかんないんですけど、今一般的には85センチっていうのが、普通です。はい。ですが、あんま背の高くない場合だと80センチっていうのもあります。はい。で、このキッチンの高さの決め方、これはまあちょっとショールーム行けばわかると思うんですけど、身長割る2足す5センチというのが、まあ、一般的な決め方ですね。だから160センチの人だと、割る2プラス5なんで、85センチっていう感じだし、150センチの方だと、80センチって感じですね。これが。150だと800。160、まあ、1600ミリとか、1600ミリだと85センチ。1500ミリだと80センチみたいな感じですね。で、まあ、男性のことだと170センチとかになってくるので、した場合はもうちょっと90センチとかにした方が使いやすいってこともあります。ただ、私も172センチですけど、85センチのキッチンで使ってて、そんなに違和感はないので、まあ、もうこの辺かな。だからまあ、なんかもっと背高い人だと、まあ、もっと上げてもいいかもしれないですけど、まあ、そんな感じで決めるという形ですね。みゆき様とお母様と おばあ様がそんなに身長差がないのであれば、まあ、それでね、決めればいいと思うんですけど、身長差がある場合は、ちょっとどっちがメインかみたいなところで考えていく必要あるかなと思うので、その辺はちょっとね、実際使ってみてやるのが一番いいと思うので、それで決めていただければなというふうに思います。で、あと食器棚が現状が174センチ。91センチ、40センチ。で、食器ケースが24センチ、44が3個。結構あるんですね。あ、すいません。これ、あれですね。225プラス60なんですね。作業台。あー、なるほど。物置になっちゃって。まあでも実際使ってるのは225なんですね。ただ、これがプラスあるってことなんで、まあ結構広いことは広いですね。で、食器棚も174。でもまあこれは、あ、ごめんなさい。これ91か。ごめんなさい。間違えました。91ね。こっちね。まあ91と72なんで、160センチぐらいですかね。160センチぐらいかな。はい。160センチぐらいというとこですね。はい。160センチの、でも高さ、ごめんなさい、これ、高さ24センチってことは、まあ、ちっちゃいですね。じゃあそんなに関係ないですね。ごめんなさい。これは関係ないか。となると、これですね。91センチか。はい。
じゃあ91センチと、で、あとまあ2800ぐらいのキッチンということになって、現状は、なってくるので、で、まあここがまあ2550で、まあフルで使えるという形になってて、まあ物置になっちゃってるんだけど、今はね、もうプラスあるけれども、それが物置になってると。で、その分こっちで取れるってことなので、で、その今の食器棚が、まあ多分これぐらいの大きさなんですね。はい。ですから、まあそれの、まあ3倍近い感じかな。うん。ぐらいの収納があると。まあ3倍までいく、まあカウンターがあるので3倍までいかないか、まあ2倍ちょっとぐらいですね。の収納があるので、まあ十分かな。で、ここにも勝手口のところにも収納があるから、まあ結構十分収納は取れてるかなというふうには思います。はい。なんですけれども、ここの棚のピッチがちょっと若干なんか、空きが大きいかな。50センチってなってくると、割と大きいんですね。まあ、ただ、ここのところ、下のところにね、まあ、ゴミ置き場とか。ゴミ置き場をどこに置くかっていうのもあるんですけど、まあ、こっちのね、勝手口に置くっていうのもあるし、まあ、キッチン内でも置きたいのであれば、まあ、とりあえず勝手口でもいいのかな。勝手口に置ければ、とりあえずいいですよね、ここのところにね。この下の方に、生ゴミとか、なんかプラとか、そういうのを細かいのをね、こう置ければいいので、まあ、そこに置くのと、あとまあこっちにも置きたいと思うんですね。多分ここだけだと収まらないような気もするので、まあ、ここに置いて、プラスこっちに置くという感じになるのかなと思います。だこっちに関して、あ、ここね、ちょっと、ね、下がってないですね。これが実際は、これが、床が下がって土間になってるんですよね。で、ここに、ここに収納が入るよと。収納というか、ゴミ置き場をもし置くのであれば、ゴミ置き場が入るよと。で、ここがまあ大体80センチぐらいなってくるので、このゴミ置き場の幅としては、3つ置くのであれば、25センチぐらい ?26 センチとかね。そんなもんですよね。が3つ置かれる。4つ置くんだったら、ま、20センチですね。まあ、ちょっとこれは寸法測って決めてもらうのがいいと思うんですけど、まあ、20センチ弱ぐらいかな。まあ、19センチぐらいかな。だけで4つ置けるよ、という感じになってくるので、まあ、ちょっとゴミ置き場によって違ってくると思いますね。はい。そういうのを置けると、そちらの方にゴミを置けて、その分こっちは収納として使えると。で、こっちに置くのであれば、この幅が、これが1200なので、まあ結構収納、まあね、ゴミとしては置けるんですけど、ただ、高さが、ね、今50センチって書いてあるんですけど、まあこれはもうちょっと高い方がいいかもしれないですね。まあ角棚なんで、一番、まあ使いやすいところでやるといいと思うんですけど、70センチとか。はい。のいうのをつけてあげると、まあ、割とね、上の方からポイって入れられるようなものが入るし、1200とかで、やると、まあ結構ね、250のものとかでも、4つぐらいは入ってくるかな。うん。4つか5つぐらいは、ここにゴミが入るので、まあここで大体済んじゃうのであれば結構楽かもしれないですね。はい。で、まあ、ゴミの分別がちょっとどれぐらいあるかなんですけど、まあ、多分6つぐらいはあるのかなと思うんですよね。生ゴミと、プラですね。あと、ペット、瓶、缶、紙。1、2、3、4、5、6。あと、ま、乾電池とかそういうのもあるかもしれないですけど、まあ、そういうものを入れなきゃいけない。だから、こことかで、ちょっと考える必要があるかなって感じです。で、ここで、ま、700取ったとして、まあ、ここは2メートルだとしたら、あとはこれで割っていく感じになってくるので、2メートルで、
1300割ると、まあ400ぐらいかな。400でも、もうちょっとなんか、食品とかを置くこと考えると、もう1枚ぐらいあった方がいいかなという気がします。なのでここで足してあげる、すると、これが、まあ、32センチぐらいでいけるので、まあちょうどいい感じの棚になった。だからあとこれは追加1枚ですね。1枚するとパントリーとしてはいいんじゃないかなという感じです。はい、下はまあゴミで、この辺はまあ収納、あの食品を入れていくっていう感じですね。はい、というのでもいいし、であとはなんだろう、その ここにね並べる、多分ここに電子レンジとか置くと思うんですよね。電子レンジとか炊飯器とか、まあトースターとか置いていくと思うんですけど、それがここで並べられるかどうかっていうのはちょっと確認した方がいいですね。この長さ、家電の長さですね。まあいけると思うんですけど、まあちょっと並べてみてね、ずらっと並べてみて測ってみて、それでいけるんだったらまあこれで OK かなというふうには思いました。はい、ただなんかね、この位置がまあ奥でももちろんいいんですけど、まあお父さんほとんど料理しないですよね。しないとは思うんですが、まあ電子レンジぐらいは多分使うと思うんですよね。使わないですかね。で、使うんだったらなんかこれ逆の方がいいような気がするんですよね。このこれがなんか電子レンジとかトースターとかって、まあ、そんな料理しない人でも使うじゃないですか。うん、使う、まあ、まあちょっとわかんないですけどね。さ、まあでも女性3人だからな、お父さんすること何もないかもしれないですけど、はい、まあ使うとしたらね、まあでもそれ以外の人、みゆきさんとか、まあ料理はね、お父さん、お母さんとかおばあちゃんにお任せしてるけど、まあそういうのを温めたりもするしますよね。だからまあそういうのってまあこうやって逆にしてあげると、そっちの方が多分なんかここでね何かやってる時に使いやすいかなっていうのはありますね、この逆の方が。うん、まあここにある理由が、うん、どうだろうな、ちょっとわかんないかな。あんまりその、まあ見せたくないって言っても見えますからね。だからまあ、私は逆の方が自然かなというふうには思いました。はい。これはね。まあ特に理由がなければ逆の方が動線的にはこう使いやすくはなるのかなというふうに思います。はい。まあ逆転ですね。はい。それと、この、まあ、今半分に分かれてるんですけど、私の感覚だと、この食器棚が1800で、こっちが90の方がいいんじゃないかなと思います。要は、なんかその、折れ戸だから、折れ戸でこう折って中やるのって、意外となんかこう両開きだし、ちょっと若干使いにくいかなという気がするんですよね。ここのところが、はい、なんかその多分その引き出しとかがあるようなものの方が収納としては多分使いやすいし、まあ、カップボードの収納の方がまあ使いやすいとは思うんですよね。だからまあこれもまあ900等にしてあげて、こっち側に持ってって、でキッチンのカップボードはこっち側に持ってった方が、使い勝手はいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっとその辺はまあ実際ちょっとやってみてというかね、ショールームとか行ってみて確認されるのがまあ一番いいと思うんですけど、まあ、こんな感じで開き戸になってて、でこれが1800のカップボードみたいな感じ、ですね。この方が割とまあよくある形ではあるんですけど、特別なんかその希望がない限りはこんな感じの方が収まりもいいし、
綺麗にはいくかなというふうに思いますね。要はこのカップボードとキッチンは同じものを使ったりするっていうの関係があるから、前と見た目もまあ綺麗に収まると思うんですね。だからこっちがまあ900棟と1820っていう形900棟と1820ですね。はい。でこの辺がそのここに窓とかがある関係で、割と後から決めようって話になっちゃうと、もう動かしようがなくなっちゃうんですね。特にまあ長期はまあ出さないんでしょうけど、構造計算するとなると、まあこの辺も全部関わってくるってことを考えますと、ちょっとどうかなという感じがしますので、ちょっと早めに決めておく、先に決めておく必要があるかなというところです。あとごめんなさい、今ちょっとすごいこと気づいちゃったんですけど、ごめんなさい、窓がないですね、これね。窓がなかったですね。すいません。はい。で、ちょっと窓の話もしたいと思います。はい。ごめんなさい、ここってあれですかね、その既製品の、私、カップボードかと思ったんですけど、まあ、棚とかがあるだけなんですかね。ちょっと、図面見る限りなんかそんな感じかなと思ったんですが、で、今、窓に関しては天井付近ですね。はい。ちょっと今立面図確認したんですけど、天井付近にあるような形に見えました。はい。ですから、ちょっとこれごめんなさい。もうちょっと下がるのかな。こんな感じかな。はい。で、まあ下が、ちょっとこれどういうものかわかんないですけど、こうなってて。で、多分ここは何にもないのかな。まあ、もし、この形なのであれば、これでもいいかもしれないですね。まあ、こっちも造作にしてて、ここも造作だよと。で、これはまあ、どうなるかわかんないですけど、まあ、例えば天井まであるようなものになってて、こういう形にしたいのであれば、まあ、これでもいいのかなと思うんですけど、ただまあ、ちょっと電子レンジとかは奥になっちゃうよって形になっちゃいますけどね。はい。で、これ上の方になってたので、まあ、上であれば特に、上で良ければいいと思うんですけど、釣り糸がちょっとついてない感じですね。で、釣り糸をつけるとなると、この上の方につけるっていうのがちょっと難しくはなってくるかな。まあ難しい、まあできないことはないんですけど、釣り糸がここにつくとなると、まだだいぶ低く、まあ低くなるのはいいんですけどね、上の方がちょっと使えなくて、こうな、つくよと。で、ここの、要はこの間がですね、あるんですけど、まあ、ここの高さがちょっとどうなるかわかんないですけど、例えば80センチなのであれば、80センチなのであれば、はい、ちょっとこんな感じで、で、釣り糸との距離っていうのが、まあ、家電の高さによってこう、必要な高さが変わってくるんですけど、大体60センチぐらいあれば、大丈夫だと思うんですけど、まあ、もうちょっと低くもできますね。そんなに大きな電子レンジ置かないんだったら。っていうふうに取ってあげて、で、釣り糸がこう、ついて、で、上にあるみたいな感じなんですね。なので、この窓が上にあるっていう形になってくるんですけど、ただその通風とかをしたいのであれば、もっと低くした方がいいですよね。ここで通風をするっていうのはなかなか難しいから、通風をするなら、まあ、下で持ってくるとかって話になってくるんで、ちょっとここの窓の高さっていうのが多分説明はまだされてないと思うんですね。はい。通風なら下ですけどね。通風なら下に持ってくる必要があるんですけど、まあ、ちょっとその辺を考えなきゃいけない感じですね。だから、まあ、釣り糸をつけたいかどうかっていうところがまず一つ。で、通風をしたいのであれば、まあ、ここにね、チェーンとかつけてやることもできるんだけど、まあ、釣り糸をつけないのであれば、まあ、別にチェーンでもいいけど、釣り糸をつけるんだったらつけられないから、もう下げる。まあ、つけるんだったら、こう下げる必要があるんですけど、まあ、下げる場合には、この辺、要は、釣り糸と家電の間ぐらいにこう持ってくる必要が出てくるんですね。まあ、窓が来ると、家電があって、まあ、家電この場合だと50センチぐらいでもいいのかもしれないですけど、50センチあって、で、ここのところが窓が例えば30センチだとすると、ここで80センチ取れるんですね。で、これがまあ1600ぐらいになってくると。
はい。で、その上にこう、窓があるって形にしないと、この、家電のすぐ後ろに窓がある感じだと、ホコリが溜まったりとか、開け閉めもしにくかったりするので、まあ、必ずこの家電というか、まあ、電子レンジのより上とか、まあ、家電よりも上に持ってくる必要があるんですね。っていうような、まあ、高さ関係の話があって、意外となんかこの、すぐ後ろにね、まあ、窓がついてる場合とかも結構多いので、ちょっとなんか操作がしにくかったりとか、ホコリがつきやすかったりするっていうのがあるんですね。だちょっとこの部分のところっていうのはまだ多分全然話してないと思うんですけど、どういうふうにしたいかによって、この窓がすごい非常にね、位置が決まってきちゃうので、決めていかなければいけないので、ちょっとそこのところは、先に、キッチン決めてから構造ですね。から、まあ、構造というか、まあ、確認申請ですね。まあ、申請をする。申請という流れにしてあげないと、まあ、変更できなくなっちゃうよということになりますので、はい。ちょっとそういう視点で考えてあげるといいと思います。はい。あとですね、この勝手口のところの棚もあるんですけど、まあ、これも5段ぐらい同じなんですけどね。こっちと。うん。5段ぐらいあった方がいいかなとは思います。はい。で、まあ、そんな感じで。で、あと、ま、ここで、まあ、そんなね、ご飯を作って、で、それから配膳をします。まあ、こっちに行くこともできるし、まあ、ここにね、出すような感じにして、で、こっち側から受け取るみたいな。にもできますね。はい。今はもう、あれですね。すぐここで作ったのをこう出す、やるって形なので、非常に配膳は楽ではありますね。はい。楽ではあると思うんですけど、まあでも、この対面キッチンも非常に楽なので、前に置いてあげて、こっち側で取るという流れにしてあげればいいんじゃないかなと思います。で、夕飯は皆さん一緒に、食べるということなので、まあ、ここでご飯を食べて、で、テレビは見ないんですよね。で、ラジオをつけるということなので、すごい面白いですね。はい。まあ、でも、うん、目線がいかなくて、なんか、テレビとかだとそっちの方見ちゃいますけど、ラジオだとそういうこと関係なく、家族で食べられるのいいかもしれないですね。はい。で、まあ、ラジオを置く場所もちょっと考えとかなきゃいけない。まあ、例えばカウンターの上とかでも置けますし、まあ、こういうところにも置けるから、まあ、どこでもいいっちゃいいんですけれども、なんか、まあ、この辺が小さい携帯ラジオとかだと、まあ、そんなに大きくないラジオだと、こういうところに置くこともできますけどね。はい。はい。いいと思います。はい。で、まあ、ここでご飯を食べますね。はい。で、ご飯はまあ、いいとして、で、そのご飯食べ終わったら、もう皆さん自分の部屋に行くような感じですかね。なんかテレビとかは、お父さんだと、まあここで見るみたいな感じですかね。まあ一緒にお母さんと一緒に見るかもしれないし、お母さんは上に行くかもしれないしって感じなんですね。うん。で、おばあちゃんも自分の部屋で大きな音で聞くと。で、みゆきさんとかお母さんとかまあ上に行くかもしれないという形で、まあ、特にこの DK のところとか、この辺に共用のテレビっていうのは必要ないということになりますね。はい。で、まあ、ちょっと収納の、ダイニングキッチンの収納の話をしようかなと思うんですけど、まあ、ここと、ここに、あるんですね。で、これが80センチの幅。幅なんですけど、まあ、この二つって結構な収納としては、まあ、あります。はい。ありますっていうのは変なんですけど、まあ、結構収納力としてはたくさん取れる感じなんですね。80センチ、まあ、メジャーで測ると割とたくさん、幅があると思うんですけど、で、その高さも2メートル以上多分あると思うので、まあ、結構できるかな。で、例えばここに関しては、まあ、掃除機とか、とか、まあ、置けますね。はい。あと、それ以外の、まあ、扇風機とかですかね。なんか、その、客まで使うようなものとかも置けやすいと思うので、まあ、そういうものを置いてあげるといいのかな。あと、まあ、洗濯を、まあ、客までするのであれば、アイロンとかですね。アイロンとかも置きますよね。あと、まあ、洗濯バサミとか。
とかも置けると思います。例えば、まあ、ここで、物干しをね、すると。室内物干しを、まあ、ここ、まあ、ここ結構いいとは思うんですけど、するにはね。うん。まあ、仏壇の前にこう干していいかっていうのはちょっと微妙なんで、まあ、窓の位置がずらせれば、ずらした方がいいとは思うんですけど、するとまあここに日が当たるところに物干しを持ってきて、でここでまあチーンってすることができるので、はい、まあずらせる、まあちょっと厳しいか、厳しいですね、ごめんなさい、ここは欲しいですね、角になってくるので、するとちょっと難しいかな。でやっぱりちょっと日は、まあでもこっちからまたあるので、まあここでいいんですね。うん、ここでまあ例えば室内干しで、上から干す用のね、干すクリーンとかね、そういうのをつける、つけると。でそういう洗濯バサミとかっていうのは多分なんかそのピンチとかね、そういうのなんかここにかけっぱなしになりがちなんですけど、お客さんとか来た時はここにしまうみたいな感じの流れができるから、まあそういう意味ではね、ここの収納が、まあ割とその客まで使うようなものを置くことができるっていう意味ではいいんじゃないかなと思います。で、こっちに関しては、これね、なんかありますかね、そのラジオとか置くっていうのはあるんでしょうけど、今その扉がついてて上下みたいな形なので、実際何が置かれるかっていうのはちょっと私もわからないんですけれども、まあ、このダイニングで何が置かれてるかですよね。ただまあ置かれたもんキッチンですよね、ほとんどね、キッチン用具ですよね。あとこっちもあるのか、パントリーのような部屋、うん、何でしょうね。意外とこれってなんか置くものが、うん、まあ、ここで使うようなものですかね。ただなんか、パソコンとか使うカウンターがここにあったりするから、多分そんなにここはなんか、なんだろうな、使うものがないような気もするんですけど、例えばそのラジオをね、置くっていう場所をちゃんと欲しいのであれば、こういう場所は、まあ、置きやすいかもしれないですね。ここのところが。まあ、今のような形で扉があるんだと、ちょっと使いにくいんですけど、なんか例えばカウンターがこうあって、カウンターがあって下がまあこういう収納になってて、でここのところにラジオが置けるみたいな形ですね。でこの高さが1メーターぐらいで、こうラジオが置いてあって、まあつけるよと。で上に関しては特になんかものが必要なければ、まあ、釣り戸があるような形にしてあげてっていう感じですね。でここが80セン、まあ、60センチぐらいでいいのかな、60センチで上は釣り戸だなみたいな形、はい、にしてあげると、まあちょうどなんか置けていいかなという感じはしますよ。なんか今ラジオ置くと言っても置くところがないので、置いてあげるとちょっといいかな。で上、まあなんか置くものが実際あるのかっていうのをちょっと考えてみるといいかもしれないですね。今あるものを置く形にはなりますよね。で、そのダイニング周りで使うものって果たして何があるのかっていうことなんですけど、意外とないような、まあ、気がしないでもないので、はい。うん。だまあ、ラジオとかだって、まあ、こう置いて、まあ、下はなんかね、物が置けるような形にしててっていうか、まあ、上が必要かどうかわからないですけど、はい。という感じでちょっと考えてあげるといいかなと思います。はい。という感じですね。はい。あとは、まあ、ここがちょっとどう使うかが、これは PC コーナーですかね。うん。という感じで使うのであれば、まあまあいいんじゃないかなと思います。はい。だとちょっとまあ動線って話にしちゃうと、まあ使えなくはなってしまうんですけど、例えばそれって、まあここでもいいかもしれないですね。ここでも。ここにも、まあ、例えばここをなくすと。
で、PC コーナーが、まあ、このね、なんか勉強机みたいなのがなくなって、まあ、収納としてはこっちに移るけど、ここでまあやるわけにもいかないと思うので、じゃあどうするんだって時に、まあ、ここはちょうど良さそうな感じではありますよね。だから、オーバースタディとか、スタディで、まあ、上の方に、ラジオを置くっていうこともできなくもないですよね。こう勉強机があって、まあ、棚があってラジオがあってみたいな感じですね。でここ椅子がこうあって、ここでまあなんかちょっとした仕事をするような感じにできるよと。はい。まあ、ちょっとこれの意図が、例えばそのここのところがお母さんが使うのであれば、ちょっとこっちだと使いにくいから、まあそういう意味ではここはいいですよね。お母さんがこう使うよと。まあ家事コーナーとかなんかそういうような多分必要な話があった気がするんですけど、まあそれがまあここなのであれば、まあちょっとこっちに回るとなると使いにくいけれども、その、それがどういうもの、どういうことをするかによってくるかな。何をしたいかによるかなという気はします。具体的にどういうことですかねという どういうもの、うん、そのなんかその会社から持ってきて帰ったような仕事っていうのは別に自分の部屋があるから自分の部屋でやればいいし、なんか この辺でやりたいものってどういうものかなっていうところによって変わってくるかなと思いますね。あとなんかの プリンターとか、まあプリンターとかも各自ね、もし必要なのであればってことであれば別にここに必要はないのかもしれないですけど、まあそういうものが必要なのかということもあるので、そのダイニングで何が必要かっていうのをちょっと考えてみた方がいいですね。はい。で結構その動線を入れようと思うと、結局動線を入れるってことはまあ収納をが減るってことなんですけど、そのバランスを考えていかなければいけないんですが、果たしてそこまで収納がいるのかっていうところもあるし、収納いるとしてもここにいるのかっていうところもあるので、ちょっとその辺はちょっと私だとね、私もあのいろいろ想定では話せるんですけど、実際のところはわからないので、ちょっとここにいるもの、ここに何が必要かっていうのをちょっと考えてみていただければなと思います。ただ収納としてはここが結構ここがあるので、割とここも入るし、まあここもそのまま収納であれば収納力としてはあるんですけど、まあ果たしてここに入れやすいかっていうとちょっとわかんないの。まあやっぱ今日キッチン周りがやっぱね収納としては使いやすいと思うので、この辺の動線っていうのは確かに使いやすいので、ここにあるのはまあ使えるんですけど、ちょっとその辺がここで足りないのかっていうところもあるから、ちょっとまあそうですね、ここで何をしたいのかっていうところも含めてね、考えていただけるといいかなと思います。あとはまあ洗面所をこっちに持ってきて、キッチンここでもいいかもしれないですね。キッチンない、このカウンターをこっち側に持ってくるっていう感じでもいいかもしれないですね。まあこの動線を入れるのであれば、まあ洗面所は別にこっちでもいいし、でカウンターは別にここでも問題ないのでっていうふうに、まあ入れ替えていくっていう形で、するとまあ割とキッチンに近いところに、家事コーナーっていうかね、そういうところを設けられるから、まあそういう形でもいいというふうにも言えますね。はいはい。ではですね、そのご飯食べた後にじゃあお風呂入る、まあ先かもしれないですけどね、お風呂入って、まあ、ここで、服脱いで、お風呂入る。でこれ1616って書いてあるんですけれども、これも間違いですよね。1620、ちょっとどっちが間違いか分かんないんですけど、まあ、2275なのであれば1616ってことはないので1620なのか、あるいは本当は1616でいいんだけれども、この寸法が多く書かれているのかがちょっと分からないですけど、一応まあこれに合わせるんだったらこれかなと、はい、いう形になります。でまあお風呂入って着替え、まあ入って出てか着替えて、でそれから自分の部屋に行くという感じですね。でお母さんだと、まあ、おばあちゃんだとここから入ってきてっていう形だし、お父さんだとこう来てここに来る、でここでテレビを見たりする、あるいはここで作業する、まあここにもあるんですよね。
ここにもカウンターがあるから、まあ、これとこれの使い分けがどうなってるかっていうのもありますね。はい、で意外とその置いちゃうとこういうところって結構物を置きやすいスペースではあるんですね。こういうとこってなんかこの通り道だからなんかちょっと物を置くみたいな感じになりがちなので、割とそのちゃんとこういうスペースを設けられるんであれば、まあちょっとあんまりなんかこうカウンターとかがあると、うん、なんかそのままポイ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 みんな置きがちにはなるかなという懸念はどうしてもありますね。はい、だからまあちょっとまあそういう置くスペースとして考えるならいいんですけど、なんか何かここでしたいのに、まあ、あんま使われなくて結局物が置かれちゃうみたいなことはあるかもしれない。ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。はい。で、まあ、お父さんをここで見たりとかする感じですね。まあ、そうですね。うん。したりとか。で、あと、お母さんは、お母さんはその間に片付けをするのかな。お風呂入ってる間に、じゃあ入ってきないよみたいな感じで入ってて、その間にここで片付けをされてるという感じですかね。なんか片付けするときにテレビとかってあんま見なくてもいいんですかね。なんか私は、なんか、私片付け係なんですけど、片付けしてるときって、あ、でもラジオがあるからいいのか。ラジオ聞きながらやるんですね。あ、じゃあ OK ですね。はい、すいません。はい、私の基準で考えてダメですね。私はちょっと、まあ、ラジオがあったら別にいいかな。なんか一人でこうやってるのって結構寂しいんで、まあ、ラジオ聞きながらやるってことであればいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、その片付けたら、まあ、お風呂がなかなか入れないと。今、お忙しいですよね。6時に帰ってきて、片付けとか、なんか洗濯の片付けとか、そういういろいろやってるんですかね。で、なかなか入れずに朝お風呂入ってるっていうふうにおっしゃってたので、はい、ぜひぜひ夜のうちに入った方が、多分睡眠とかも、いいですよね。なんかね、睡眠2時間、ん？ 2 時間後ぐらいに、お風呂入ってから2時間か3時間ぐらいに寝るとすごい睡眠がいいみたいな話をよく聞くんですけど、はい。なので、はい、ちょうど、やっぱりね、その日のうちに入られた方がまあいいんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、片付けて、それからお風呂入って、で、それからまた上に行くと。で、そのまま寝る、まあ、自分の時間を楽しんだりとか、はい、楽しんだりとか、あと、その、まあ、ご主人と話したりとかするかもしれないですけど、まあ、こう来て、ここで、はい。勉強したりとか仕事したりとかして、ここで寝るという流れですね。お父さんに関してはここを来て、下でまあくつろいでから上で寝るという感じ。はい。で、一応これがウォークインクローゼットがつくっていうことなんですね。ちょっとこれは改善提案の時に話したいと思う。現状はちょっとこうなってるんですけど、まあこうなると。で、ここでまあクローゼット、あ、そうか、これはいいのか。各自の洋服はここに置かれるってことだったので、まあ、これは OK ですよね。はい。お母様が多分250だったんですよね。で、お父さんが、90センチでしたよね。90センチで、みゆきさんが180センチで250って形なので、まあ現状としては、90以上ありますし、ここまあ90というか180か。180あるし、ここがまあ260あるし、で、ここに関しては、108、違うか。1365か。ですよね。1200の、180で、1700で、3.1 メートルって感じですね、ここの感じは。はい。なので、まあ、十分あるよということになります。はい。まあ、収納 3.1 メートルあって、
で、おばあ様の部屋ですね。おばあ様の部屋も180センチってことなんですけど、まあ、こちらがちょっと足んないのかな。これが、多分80センチぐらいしかないので、まあ、収納としてはちょっと足りないかなというところですね。で、ここで収納を、じゃあ実際つけてあげようということで、まあ、ここにクローゼットがつくような感じですかね。で、まあ、タンスではなくて、まあ、私もクローゼットの方が危なくないので、はい、いいと思います。うん。で、こういう感じで、ベッドが置かれて、で、テレビと。で、まあ、ちょっとここにはソファーを置かれるかわかんないですけど、もうこんな風にソファーを置いて、寝るのか、まあ、クッションとかで置くのかわかんないですけど、まあ、こんな感じでいいのかなというふうに思います。はい。この辺はいいですよね。うん。はい、では、ですね、どうしようかな。みゆきさんの部屋はちょっと最後にするので、はい。皆さん部屋着に着替えるってことだったので、ちょっと部屋着、帰ってきてからね、まあ、部屋着に着替えるってことだったので、そのちょっとルートの方を話していきたいと思います。で、帰ってきました。で、帰ってきて、こっちから来る場合に、まあ、おばあさんはいいですね。おばあさんはこう帰ってきて、こっから入ってきてとか、あるいはこう入ってきて、ここで着替える。で、部屋着に着替えるっていうのが、まあ、着てきたもの、着ているものをね、そのまま脱いで洗濯機に入れるんだったら、まあ、ここでもいいですよね。だここで脱いで洗濯機に入れて、で、パジャマ取って、で、着替えて出てくって形であれば、まあみんな結構シンプルですよね。うん。そういうふうに着替えるということであればいいんですけれども、まあそうではなくて、まあ着ているものを洗濯機に入れるんじゃなくて、まあクローゼットに入れるというふうになってくると、まあ、おばあちゃんはここに来ればいいけれども、お父さんお母さんはこう来て、また上に上がって、を上に上がってきて、ここで着替えてっていう感じですね。お父さんも着替えてっていう感じなので、で、みゆきさんもそうです。みゆきさんもこういうふうにやって着替えてっていう感じなので、まあ、階段に、とりあえず一旦上に上がるという感じになってくる。ですかね。うん。まあでも自分の部屋がそれぞれあるから、まあとりあえず上に上がるっていう感じなのは、まあ、特に問題なければそれでいい感じですかね。まあ一応まあ全部上に上がってから、でまたまあ下に用事があれば下に降りてくるっていう感じです。現状だと、まあミキサーの部屋とかもここだし、お父さんの部屋もここだしっていう感じなので、まあ帰ってきたら、まあ、すぐ、まあ、お父さんの部屋は下にあるから、ま、いいんですけど、まあ、でも洋服どこに着替えるんだろう？洋服着替えるのは、あ、でもタンスが上なのか。あ、ってことはもしかしたら上に上がってきて、ここで着替えて、それからま、下に下がるっていうような感じですかね。だったらま、そんなに変わらないかなと。今と変わらないかもしれないですね。上に上がって、とりあえず着替えて、それから下がってくるということであれば、そんなに変わらない。はい。というふうに言えますね。うん。だからちょっとまあ、今と変わるかはわからないんですけど、まあ一旦上に上がるっていうところが出てくると。とかけてやっぱ帰ってきたからすぐ階段に行けるっていうルートが、まあ欲しくはなってくるかな。やっぱこっちから行くっていうのは、まあこうっていうのはやっぱちょっとね、遠いっていうふうに感じるかもしれないですね。だから、まあおばあちゃんはいいけれども、こう上がりたいっていう気持ちにはなってくるのかもしれないですね。はい。はい。あと、ま、洗濯動線の話をしていきたいと思うんですけど、洗濯、まあ、干せるときは外で干したいということで、まあ、内干しももちろんできるようになっていると、なんですね。はい。で、洗濯が、はい、洗濯が、あ、洗濯はおばあちゃんですね。あ、ご飯作るのはお母さんか、ほとんどね。うん。で、洗濯はおばあちゃんがやって、休みの日はお母さんという形なので、まあ、なるべく、まあ、一回で、まあ、済ませる形にはなりますよね。うん。で、まあ、ここで、干すか、あるいは、晴れてる日は、まあ、ここで回したのを、こう持ってきて、こう
こう持ってきてここで干すか、あるいは外で干すかなんですけど、まあとりあえずウッドデッキがあるので、まあ私はウッドデッキでいいんじゃないかなというふうに思ったんですけど、はい、まあお父さんがね、見た時に洗濯見るの嫌だとかっていうことだとあれなんですけど、まあでもここに干せるのが一番いいですよね。ちょっとした雨とかっていうような場合でも、対応しやすいですし、はい、いいんじゃないかなとは思います。で、まあ、ここにもし干すのであればどうかな、この干すクリーンが、まあ、こっちでもいいかな、こんな感じがいいのかもしれないですね。こんな風に干すクリーンがあって、まあ、ここに室内干しができるという形にしてあげるといいかもしれないですね。まあこっちでもいい、どっちでもいいかな。なんかでもこの辺がちょっとスペースは空けたいような気も、ここ、はい、空けるってなると、まあここになってくるんですけど、はい。で、なんでいいかというと、その、まあ、冬とかね、洗濯干すときに、まず一旦ここにね、全部干してあげて、で、それからこう、外に全部干すみたいな流れにしてあげると、まあ、結構楽なことは楽ですよね。ちょっと私の家の、写真を見てもらうと、はい、私の家はこんな感じ。まあ、まさに和室ですね。和室なんですけど、和室のところにこう、物干しがあって、これが1800の物干し。なってます。で、ここにまあ洗濯物干しが干してあるという感じですね。で、それをまあ冬の場合だとここに全部干してあげて、それから全部外に干す。まあ冬ってなくても、まあいつもそうか、私は毎日そうなんですけど、まあここでとりあえず全部干して、私の場合は夜に洗濯をするので、まあ洗濯係なんですけど、洗濯と掃除係なんですけど、洗濯夜にするので、まあ洗濯、まあお風呂、みんなが、家族がみんなお風呂入ったら、残り湯を使って洗濯をすると。で、その日のうちに洗濯全部干しちゃって、で、朝になって天気良ければ外に干すとっていう感じの流れなんですね。はい。なので、まあ、とりあえずこれ干しといて、で、朝まあ外に出すかどうかを決めるって感じなんですけど、まあ夜はね、洗濯されないみたいなのでいいと思うんですけど、まあなんか外で干すよりはなんか中でね、やってあげた方がやっぱ楽なことは楽ですよね。寒くないし暑くないし、はい。ですから、まあここでやってあげて、で一気にこう外に出すみたいな流れにしてあげるといいと思うので、まあここがいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、うちもそうなんですけど、まあまあこのピンチとかっていうのはもうほぼ定位置に置きっぱなしですね。片付けることはないです。お客さんが来た時だけっていう感じなので、そういう意味ではね、もうここに多分置きっぱなしになると思うんですよ。はい。して、なんか、あ、法事とかっていう時に、こう、しま、法事っていうか、まあ、なんか、お客さん来た時に、こう、しまってあげるみたいな形だから、まあ、こういう収納があると非常に便利かなという感じですね。はい。で、まあ、ここで片付けしますよね。片付けて、まあこういうところにこう片付けをしていくと。で、まあ、畳みますよね。まあアイロンとか畳んだりとかして、まあここに置いといてあげて。で、まあ、ここをまあ定位置にするのであれば、まあここでね、ここに、なんだろう。まあ、ここにね、全員分の洗濯物を置いてあげて、で、帰ってきた時にここから持って上に上がっていくと。いうような流れになるか。まあ、上に上がるときはここに行ってから取っていくとか、いうふうにしてあげると、まあ、いいかもしれないですね。まあ、ただ、必ずここで畳んだりするんじゃないんだと、あれなんですけれども、まあ、必ずここで畳むと。例えば、ここで干してあったとしても、畳むのはこっちで畳むってことであれば、まあ、ここに置いとけばいいかなという感じですね。はい。でも、そうなってくると、脱衣所のこれがいるのかっていう話はなってくるのはありますけどね。多分ここでだと、まあ天気ある程度ね、日が照ってればこっちの方が絶対乾きやすいと思うので、うん、まあここで割と済んじゃうような気もしないでもないんですけど、まあただお客さん来た時にね、じゃあこれを洗濯物をどこ持っていくのかっていうと、やっぱりここあるから、まああったらあったでもちろんいいんですけれども、割とここで使う頻度は、多くなるかなって気がします。要は
ここで干して畳んで、例えばここに置くのであれば置くっていう形だと、ほとんどここで済んじゃうから、洗濯したのをこう持ってきてここで済ましちゃってっていう形だと結構楽なことは楽なんですよね。はい。ですから、まあまあまあ、やっぱりここの客間はすごい使える客間になる、家事としてね、使える客間になるんじゃないかなと思います。あ、すいません。ちょっとこれパースも書いてたんで、はい。一応こんな感じですね。はい。ここウッドデッキがあって、で、今話してたのここに物干しを置いたらどうですかと。いう感じですね。はい。で、ここは、仏壇があって、下が座布団という話ですよね。はい。まあこれはいいんじゃないかなと思います。で、あとこのちょっと気になったのは、この階段下が使われてないんですね、ここのところが。はい。ですね、これはなんか非常にもったいないなというふうに思ったんですけど、で、階段が1、2、3、4、5、6段、6で210で上がっていくってことは、ここ1200くらいなんで、まあ最低でもここって、まあ階段下と考えても1メーターぐらい、1メーター以上はあるんですね。1メーター以上、うん、階段下だと1メーター、1200、1400、1600みたいな感じで上がっていくので、まあ、こういうふうに上がっていきますから、まあ、最低のところで1メーター以上ありますね。だから、まあ、座布団ここに入れるっていうのはもちろんいいんですけれども、また単純にここのところにこう収納をつけてあげれば、まあ、それでも済むかなというふうに思います。せっかくあるからね。まあ、こっちからでもいいし、こっちからでもいいんですけど、まあ、見た目としてはこっちからの方がいいかな。あんまりここで、ここでよりはこっちの方がいいと思うので、こちら側でね、収納として使うこともできるかなと思います。はい。あとですね、ちょっと気になったのが、お父さんの、まあ、リビングですね。リビングなんですけど、まあ、ここ吐き出しっていうのはすごいいいと思うんですけど、ここも吐き出しなんですよね。はい。だからちょっとここがどういうふうに使うのかなっていうのがあって、まあ特にね、この出入りがないのであれば、出入りあるっていう、なんですけど、例えばこっからね、車乗ってこう行くっていう流れは多分できないと思うんですよね。まあ、窓とか閉めなきゃいけないし、なかなか難しいじゃないですか。だからまあ、こっちからこう出るしかないと思うんですけど、そう考えると、あんまりこう出入りってあるのかなっていうのがあって、まあ、吐き出しだと物が全く置けない感じになってくるので、まあ、家具配置とかもしにくいし、まあ、こちら側ってそんな日が当たるわけじゃないから、ね、損失も大きいし、っていう感じなので、あんまりいいことがないかなって気はするんですね。はい。ですから、ちょっと本当にこれ吐き出しでいいのかなっていうところがありました。まあ、こっちがね、空いてるから、まあ、本当にいるのかなというところですね。はい。ちょっとパーツ作ってなかったんで、そう、ざっくりした感じの絵なんですけど、手掛けて書いてみたんですけど、まあ、まあ、こんな感じの大きい窓があって、こっちがウッドデッキの方ですね。で、テレビがあって、ここがカウンターっていう感じ。ですよね、こういうふうになってるんですけれども、まあこれだと、まあ、ここは何も置けないよということで、まあ、出入りするんだったらいいんですけどね、しないんだと例えばこんな感じで、窓の大きさを、まあ、例えばですけど、1300の700とかふうにしてあげると、まあ、このカウンターの高さと大体同じぐらいの高さになってくるということになりますね。はい。で、するとなんかここに物を置いたりもできるし、まあ、家具配置はしやすくはなるかな。うん。なんで、まあ、ちょっと、開放をなるべくしたいんだったらいいんですけど、あと、まあ、出入りしたいんだったらね、いいと思うんですけど、本当に出入りがあるのかっていうところは、ちょっと考えてあげるといいかなとは思います。なんか、ここにいて、まあ、外を見るとか、
ていうのだと、別にまあここの高さでもね外を見ることはできるし、できるし、まあここでなんかクッションとかをで、お父さんがこう、お父さんの頭を起用したな、こうこんな風にね座ってる時に、まあ空見るとかっていうのは全然このこんな感じでもまあ全く問題ないわけなんで、はい、まあちょっと本当にいるかどうかっていうところで考えてあげると、いいかな。まあちょっと多分見た目も多分こう、まあどうかな、ちょっと好みの問題にもなりますけど、はい、まあ、こっちが空いてるんであればそんなに大きくなくてもいいのかなというふうには思いました。はい、ではですね、みゆきさんの部屋の話をしていきたいと思います。で、こちらがまあここから入って、こっちがベッドでテレビで書斎スペースウォークインクローゼットで、で希望としてはまあこのベッドが、セミダブルなので多分もうちょっと大きくなるのかなっていうのと、あとまあテレビが一緒じゃない、一緒だと嫌だということなんですね。でこれが意外と難しいですよね。難しくてちょっと改善提案でも考えた、まあちょっと要はどういう形でテレビを見たいかによるんですね。姿勢でテレビを読めないですね。はい、どういう姿勢でテレビを見るか、要は座ってなのか、あのソファーなのかによって全然感じが違ってくるんですね。例えばこの場合だと、まあ、なんかこの辺にクッションを置いてこうテレビ見るよという感じにできるし、例えばこのテレビをこっちに置くのであれば、こっちに置くのであれば、まあこっちから見るよと、よくわかってね、見るよって感じになってくるので、私はまあ、この形もまあいいかなと。まあちょっとこっちもこっちもありえるんですけど、まあそんな感じで考えると、まあまあ良い案かなと思ったんですけど、まあでも一緒じゃ嫌なんですよね。そうなってくると、なんか結局ベッドに関してはこっちかなんですけど、勉強スペースとか、まあ、書斎とか、まあ、結局この匂いとかが嫌なのかなって思ったんです。まあ、ここでプラモデルとかやるから、それとこっちとは分けたいっていうのは分かるんですけど、まあ、テレビっていうのを、じゃあ、こっち側の配置で持ってくるっていうことになってくると、まあ、結構厳しいかなと。で、このね、ベッドをこっちに持ってきて、これらをこっちに持ってくるっていう手もあるけど、まあ、なかなかちょっとね、やってみたんですけど、ちょっとうまい、改善提案でやってみたんですけど、うまい具合にはちょっといかなかったかな、という感じではあります。はい。なので、ちょっと後で見ていただきたいと。もうこういうパターンもあるよっていうのを見ていただきたいと思います。で、あと、ここの、これですね、これウォークインクローゼットじゃなくて、壁面収納にしたいと。うん。まあ、これはいいですね。大きさ的にも1820だからちょうど今のものが入るという感じですから、まあ、収納量は減っちゃいますけどね。まあ、ただ、それほど洋服とかにはそこまで、まあ、そこまでっていうか、まあ、でも標準的ですけどね。標準的な大きさなので、まあ、これだけあれば通常は洋服とか入るっていうふうに言われてるから、まあ、それはまあいい感じかな。だからまあ、普通にやるならこうなるか、あるいはその着替える、身支度する部屋と分けたいっていうふうにおっしゃってたので、ここじゃなくて、こっちなんですかね、どっちかというと。色変えますね。こう。はい。こういう感じかもしれないですね。こういう感じで。で、ここに関してはもうなくして、まあ、スタディというか、っていうがあるという形なんですけど、で、ここで、まあ、これはいいですね。身支度する部屋だから、ここでやると。で、帰ってきたら、ここに入って、まあ、服脱いだりとかすると
いう形で、こういう固め方自体はいいと思うんですよ。すると、まあ、テレビとか、じゃあこっちに持っていくかって話になるんですけど、じゃあそのテレビは、じゃあ椅子に座って見るのっていうことで、まあ、それで OK だったら全然いいですね。こっち側に持ってくる形で。はい。で、あとは、フィギュアをどこに置くかとか、テレビ、本とかね、どこに置くかなんですけど、これは、実際に、計算してみました。で、一応ですね、一つのユニット、まあ、三つのユニットに分かれてて、一つのユニットが80センチですね。だいたい本棚とかそれぐらいが、まあ、最大限なんですよ。で、これより増えると、もう一つ、このところに、袖壁というか、まあ、要は一枚の、板でできるのをだいたい80センチぐらいにしとかないと、たわんじゃったりするっていうのがあって、80センチにするんですけど、で、それがまあ、3つ必要になってきます。要は2400。で、根拠としては、まあ、80センチにしてあげて、これ天井高が2400なので、400とした場合ですね。で、天井までの、本棚を、まあ、購入するか、まあ、オーダーとかでやるかわかんないですけど、一応天井までって形でやってます。で、一つのユニットは、B5 を、ね、ずっと置いていくと。時に、5メーター40センチでしたっけ。で、こういうふうにやっていくと、この辺で置けるんですね。80センチで、1、2、3、4、5、6、7、7、8、56。なんで、これで 5.6 メートルできる。あとちょっと余るよ、という感じです。で、これ、とりあえずこれが800必要で、あとこっちが、コミックが10メートルでしたっけ。はい。で、これが、上下ですね。まあ、今も上下とかで置かれると思うんですけど、上下、前後か。前後、上下じゃないですね。前後ですね。前後。前後に、まあ、これ30センチの、奥行きの棚だとして、まあ、前後嫌だという話になっちゃうと、ちょっと、もうちょっと必要になって、まあ、倍必要になっちゃうんですけど、単純にね。まあ、前後でもいいよってことで、30センチの奥行き取れるんだったら、ここまでですね。この幅で1メートル60、あ、80センチなんですけど、それがまあ、倍なので1メートル60センチと。はい。で、1、2、3、4、5、6、7。7で、1.6×7 で、11メーターですね。だここまで11メーターなんで、まあ、現状よりもちょっと増えるよって感じです。で、文庫本がここで入る感じですね。これが 1.6×。で、4.8 メーターってことなんで、これでもまあ、これは OK ですよね。はい、まあ、45センチなので、ああいう450、4.5 メートルか。なんで、これでも OK ですね。はい。で、まあ、本関係は、まあ、1.6 メートルあればいいと。で、あと、フィギュアなんですけど、これはまあ、一応、80センチで、まあ、20から30体ぐらいいけるかな、というところなんですけれども、なんか、いただいたコレクションを、見てたんですけど、まぁ、ちょっとよくわかんない。細かいのがまぁいっぱいあったりするから、まぁ、多分いけますよね。80センチあれば、20から30体ぐらい、はい、いけるかなっていうふうに、思ったんで、一応そういう設定で、はい、やってます。私ね、銀玉って見たことないんですよね。面白いというふうには、聞いてるんですけど、はい。まぁ、なんか長いシリーズだと、今から見るというのが、なかなかいけない、チャレンジできないという感じなんですけど、はい。キングダムとかも読みたいんですけどね、ちょっともう50巻超えてるとちょっと読むのがきつくなってきますね。はい。まあ、それともかくとして、そんな感じですね。で、それがまあ、20から30でやってって、で、このピッチが多分に、ん?いくつだったかな?20、30センチぐらいかな。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、30センチことないですね。はい。まあまあ、200の25で、225でやっていくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10というふうにできて、まあ、300体か、200体から300体ぐらいいけるよ、と
という感じです。で、こう考えると、この、ちょっと総数、どういうふうに並べるかは別として、総数としては、2.4 メートルあれば、確保できれば、まあ、そこに収めることはできそうだということがわかります。はい。ですから、まず 2.4 メートルの壁を確保する必要があるんですけれども、あ、これか。いいですね。はい。で、これで言うと、まあ、ここが、だと 2.4 もないんですよね。1.365なので、足らないんです。だから、ここが2730だから、こっからここまで欲しい、ということになります。はい。まあ、壁一面にやるならですね、例えばその、この上とかも使うとかっていうことであれば、また別なんですけれども、まあ、壁一面に、そのコレクションを並べるということになってくるのであれば、まあ、こんな風に、いるよと。ですね。まあ、これはまあ、造作で作ると、工務店さんで作ってもらうと大変なので、まあ、通販で買うとか、そういう形がいいんじゃないかなと思うんですけど、はい。はい、こんな風にやってあげると。すると、収まります。はい。で、あとはここのところが、どういう風にするかなんですけど、まあ、テレビを見るという時に、まあ、こんな風になってて、まあ、ここで例えばテレビ見ますよ。で、ここで椅子に座ってみますよ、みたいな感じであれば、まあまあ、こんな感じでもいいですよね。はい。だから椅子に座るんだったら、まあまあ、どこに置いてもいいし、まあ、なら PC があるんだったら PC で、に、HDMI とかがあるから、そこにつなげてあげれば、いいので、まあデスクトップ用の、モニターとか、があるので、まあ、そういうものにつないであげれば、別に見れるということになるから、パソコンと一緒のものでも見れちゃう感じになりますよね。だちょっとそれがどういうふうな方、スタイルというか、形で見たいかによって変わってくるというところになってくるので、ちょっとこの辺も、じゃあそれでいいのかって話、ね、こういうカウンターでいいのかっていうのはあるんですけど、一応まあそんな感じで見れば見れるかなというところです。なので、ソファーとかって話になっちゃう、ソファーっていうかなんか、床に座ってとかね、そういう形になっちゃうと、ちょっとこの部屋で見るのは厳しいので、まあやっぱこっちで見る感じになるのかな。すると、なんか、テレビに関してはこういうところに飾って、まあ置いてあって、こっから見るとか、まあそういうような形にはなっちゃうかなというところですね。はい。で、あと、この、まあ、量としてはこの2400ですね。だからまあ、天井高2400で、幅も2400なんで、まあ、ほとんど正方形になってくるんですけど、で、これどういうふうにディスプレイするかっていうと、まあ、ちょっといろんなやり方があると思うんですけど、例えば、普通の本棚とかでも、このね、スペースを確保してあげたら、なんかその目線の位置、目線の位置に、フィギュアとか置きたいじゃないですか。あとなんかこういう風に、水平で撮ってあげて、まあ、ここに、その、見えるところが、まあ、ディスプレイゾーンみたいな感じにしてあげるといいんじゃないですか、と思います。はい。ディスプレイしてあげて、まあ、そんなに読まないのは上とか下とかみたいな形で、本とかは、まあ、上下に分けてあげる、みたいな感じですね。ちょっと、まあ、これをどういうふうに分ければいいかっていうのは、ちょっと、実際、まあ、現場でやる感じ、現場というか、買ってきて、一応、これだけあれば、足りるっていうことは分かるじゃないですか。すると、まあ、大きさ
まあ、で2400で押さえておいて、高さも押さえておいてあげれば、あとはこの、棚の組み合わせっていうのをどうしていくかになってくると思うんですね。なので大きさは一緒ながら、まあこれの方、これが多分背が高いからちょっと少なめなんですけど、まあ、全部これと同じような形にしてあげて、でこれ割り振るみたいな形で、こういう風につなげてあげると、まあ、ここのとこ線は入ってくるけれども、こういう風なディスプレイ、まあ、スペースになってくるので、まあ、ちょっとその見たりするのは楽しいかなという風に思いますね。はい。でも本とか漫画とかでも見せたいものに関してはこういうとこに置いとくみたいな形にできますから、で収納量としてもまあおそらく確保できるだろうと、まあこういうふうに縦にねやった時にいけるので、まあこう例えばこの組み合わせを変えたとしてもまあいけるだろうということがわかるので、とりあえずそういう考え方でやるといいかなと思います。ここがまあストックで、ここがディスプレイか、うん、でディスプレイみたいな形ですね。はい。うん、それがまあ一番、これをでそれを通販とかで買ってきてこう同じものを並べるみたいなのがまあ一番安くはなるかなと思います。まあ、多分作ると20万とか30万とか普通にかかってきてしまうので、まあちょっとね余裕があるんだったらいいんだけど、コストダウンするということだったらちょっと厳しいかなと思いますね。はい。というわけで個室4については以上になってきます。では最後に通風の話をしていきたいと思うんですけど、あ、そうそう、あと、トイレに関しては、まあ、隣でね、ちょっとどうかっていうのはあると思うんですけれども、一応まあ、対策としては、ここに、まあ、グラスウールを入れるとか、あと、プラスターボードをまあ、2枚張りにするとかっていう形にしてあげるのがまあ、いい。ぐらいかな。あと、ま、ベッドの位置をこっち側に持って、まあ、今はこの位置ですけど、こっち側に持っていくとかって形で、まあ、ちょっといくつかね、改善提案を考えているので、そちらの方でちょっと見ていただければと思うんですけど、まあ、この案であればここに持ってくるっていうのが一つかなとは思いますね。はい。うん。あと、ま、これとこれ入れ替えるかな。まあ、それもいいですよね。この、こっから入るって形だと、もうこれをこっちに持ってって、これ、ベッドをこっちに持っていくっていうのはいいですけど、まぁ、ちょっとその、こう入るってところも含めて、なんかちょっと、形がね、いびつな感じにどんどんなっていっちゃってるので、まぁ、そこはちょっとどうかなとは思うんですが、まぁ、現状のこの形まですごくいいと思うんですけど、なんかこうなって、例えばここに、クローゼット持ってきてみたいな話になってくると、ちょっとなんかいろいろぐちゃぐちゃしちゃうので、ちょっとその辺も含めてどうかなという思うんですけど、まあ、ちょっと改善点をね、見ていただくので、それでちょっと考えていただければなと思います。あ、一応ここちょっと伸ばすんだったら、こうから入るから、このテレビはこっち側につくからですね。はい、こっちにつくという形になりますね。はい。で、通風なんですけれども、お父さんの部屋は、ちょっとこう、まあ、これ、ね、ウォークインクローゼットの中に入るんですけど、一応これでやっていくと、お父さんの部屋はこういうふうに。要は、二つ窓ですね。南北とか、あるいは対面とかに二つ以上窓があれば、通風はできますよ、ということになります。で、お母さんの部屋は、一応まあ、こんな感じには入るのかな、というところですかね。横滑りなんですけれども、一応多分こういうふうには入ってくるから、二つあるので、まあ大丈夫だと思います。はい。でも、みゆきさんの部屋はこう入りますね。はい。で、1階に関して言えば、お父さんの部屋はまあ、まず問題ないですね。はい。で、おばあさんの部屋は、まあ、ここにあるのであれば、いいかな。はい。まあ、ここを収納つけるんであれば、ちょっとずらしてあげればいいので、まあ、これはこれで問題ないと思います。で、ダイニングキッチンが、これがまあ、あれなんですけど、まあ、ただ、ここ開けて、ここ開ければいいから、まあ、こんな感じですかね。こんな感じで風が抜けていくという形で、だからここ開けて、ここ開けてっていう風にしてあげれば、風は通ってくると思います。あと、水回りは、ここで2つ開けてあげれば、これでできるので、よろしいのではないかなという感じですね。はい。というわけで、ちょっと長々と話してしまったんですけど、一応これで、間取り診断の方は終わりたいと思います。最後に、改善提案、話していきます。